皆さんこんにちは、山手アイコン急行運転手の翼です。駅名の由来になった場所を訪れる由来機構、本日の由来機構はこちら JR 予算線の対馬宮駅です。島の上に浮かぶ対馬神社からこの駅名が付けられました。このチャンネルでは約5年前から駅名の由来になった場所を全国津々浦々250駅以上訪れています。毎週金曜18時にアップしていますので、鉄道好きの皆さんやご近所さんはぜひともチャンネル登録してください。それでは早速対馬神社へ参拝しに行きましょう。対馬宮駅を降りましょう。臨時駅です。1年になんとたったの2日間しか空きません。本日は8月4日2日間中の1日です。7200系をお見送りして、駅のホームはこのようになっています。普段はこちらのカーブを全列車が通過してしまいます。向こうが高松方面で、こっちが松山方面。コンクリートはあまりありませんね。あとは全部砂利です。子供の神様対馬神社、いろいろとグッズが売っています。改札を出ましょう。もちろん自動改札機はありません。自動券売機もありません。対馬宮駅ちゃん、上にニコニコマーク、かわいいですね。対馬神社参拝はこっち、短い橋を渡っていきましょう。対馬神社の例大祭に合わせて臨時駅がオープンします。屋台を通り抜けて、もう少し神社まで近づきましょう。安心しました。お手洗いがあります。鳥居をくぐる前にもう少しこっち、そう、ちょうどこの堤防の越えたところから対馬神社への橋が見えます。このエリアは対馬宮駅が空いていない時でも来ることができます。上の方に対馬神社と書いてあります。大きな大きな石の鳥居、石の鳥居の足元で、あれもな2500円だった。さあ、切符売り場300円を支払いましょう。失礼しました。300円ではなく500円に値上がりしてました。対馬橋、通称幸せ橋、対馬橋を渡りましょう。普段は下何もありませんけども、このように木の板があります。海のそばや海の真上ですので風が強いです。渡る際は帽子や日傘に注意しましょう。だんだんと
神社の社殿が近づいてきます。ということはそうです、下は、ああ怖い、帽子、日傘に限らずそれ以外の持ち物にも注意しましょう。下に落ちたら一巻の終わりです。橋の上からは向こうの方にある工場かな、向こうの方にも工場が見えます。瀬戸内工業地域、笛の美しい音色がどんどん大きくなってきます。対馬橋、幸せ橋を渡ってきました。長い長い橋でしたね。さあ、あともう少し砂浜かな、そして社殿があります。石の灯籠が左右にあります。先ほどよりは小さめの鳥居、足元で石段を登りましょう。階段を登ってお賽銭してきました。祈祷受付とお守り。さあ、今回の由来機構、皆様いかがでしたでしょうか。1年に2日しか開かない臨時駅から対馬神社を参拝しました。潮の香りが香る駅と神社はすごく珍しかったです。 JR の高松駅からも列車1本で来ることができます。皆様もぜひ来てみてはいかがでしょうか。今後とも駅名の由来とった場所に行きます。どうぞ皆様よろしくお付けください。それではさようなら。